大阪英語学校は1873年に大阪府に設置された管理外国語学校である。1873年2月、開明学校として設立され、1874年12月、大阪英語学校と改称された。中等教育相当の期間で第三高等学校の前身である。大阪英語学校の源流は、明治2年9月に、 明治新政府が設置した大阪府立の洋学校であり、この学校では主として英語科が教授されたが、後に仏語科も設置された。翌明治3年4月、大阪洋学校は理学校とともに大学南校に関され、同年10月には両校が統合されて大阪改正所が設立された。大阪改正所は語学に加えて、 理科学の教育も行うことになり、東京の大学南校と並ぶ、西の洋学教育の拠点となったが、明治5年8月には学生発布により、第四大学区第一番中学に改編、生理局以来の理科学教育は廃止された。翌1873年2月、第四大学区第一番中学は、同年4月の学生二編追加に先立って、 官立外国語学校の一つである海明学校に転換され、通訳要請及び高等教育機関進学の過程を担うことになった。翌1874年4月、海明学校は他の官立外国語学校に合わせて大阪外国語学校と解消、英語化教育20点が置かれていたことから同年12月には大阪英語学校と再解消した。 現在の大阪市中央区大手前、大阪府交換付近に設置された。西南戦争後の財政難により他の4、英語学校が廃止を余儀なくされる中、大阪英語学校は、東京英語学校及び東京外国語学校と共に存続し、1879年4月、大阪専門学校に転換された。大阪専門学校は、その後、 管理通大阪中学校大学文校と改編を重ね、1886年第3高等中学校となった。ありがとうございます。